ピュージェット湾沿岸地図。東岸にシアトル、南端にオリンピアの街がある。シアトルの対岸のブレマートンが位置するのがキットサップ半島。そのさらに西の山がちな陸地がオリンピア半島。湾の北側を塞いでいるのがホイットビー島で、その西はファンデフカ海峡になるピュージェット湾はアメリカ合衆国北西部のワシントン州にある湾。 氷河の侵食が形成した入り組んだ湾が南北に渡って続き北のファンデフカ海峡を通じて太平洋へとつながる。北はファンデフカ海峡東端のアドミラルティリエに南はタコマやワシントン州州とオリンピアの町に達している。湾内にキットサップ半島などが浮かび、湾の西はオリンピック半島が太平洋との間を隔てている。 沿岸はシアトル大都市圏と重なり、400万人の人々が住む太平洋岸でも重要な産業、物流、交通、文化の中心地である。ジョージア海峡、ファンデフカ海峡、ピュージェット湾などから構成されるバンクーバー島と北アメリカ大陸の間の内海は成立主海と総称される。先住民ルスフットシード人の言語では、ピュージェット湾はウルジハルジという、 ピュージェットという名前は北米大西洋沿岸を探検したイギリス海軍のディスカバリー号の艦長ジョージ・バンクーバーが1792年5月にこの湾の南端部を探検した部下のピーター・ピュージェット隊員にちなんで名付けた。バンクーバーは1792年6月4日この地をイギリス領だと宣言、オレゴン地域の一部に編入した。 その後、英米の共同領有を経た後、英米間でこの湾の所有をめぐっての外交上の駆け引きが行われたが、1846年のオレゴン条約でアメリカ合衆国領土となった。もともと、ピュージェット湾とは、ピーター・ピュージェットが探検したポバキ湾より南の一帯を指し、シアトル周辺など湾の中央部や北部はアドミラルティー・リエと呼ばれていた。今日、 アドミラルティーリエは、エヴァレット西方沖の湾北部を塞ぐホイットビートートシアトルの西方対岸で、ブレマトンが位置するキットサップ半島北端のノーポイント岬の間の海峡を指すに過ぎない。しかし、近代の海図では、ピュージェット湾とアドミラルティーリエは別の海域を指す。ピュージェット湾の北方境界の東は、エヴァレットとホイットビートーを分かつ、ポゼッション湾になっている。 オレゴントレールを越えて西海岸にやってきた入植者たちは現在のワシントン州周辺にたどり着きピュージェットワン周辺の海岸に住んだ最初の入植地は1846年に建設されたニューマーケットであった1853年にはオレゴン準州からワシントン準州が分かれ1870年ノーザンパシフィック鉄道はピュージェットワン沿岸から 内陸部までの鉄路を完成させ、1883年にはシアトルとシカゴが結ばれた。一方で、湾周辺に住んでいたスクワミッシュ族ら先住民は追いやられることになった。ワシントン準州成立直後の1855年1月22日、準州知事アイザック・スティーブンスと湾周辺の各部族代表も代表として出席したわ。 現在のマコテオでポイントエリオット条約を結び、各部族は、ほとんどの土地をが死州国に割上し、小さな居留地に移住することになった。例えばスクワミッシュ族は、シアトル対岸のポートマディソンに保留地を持ち、6500人余りが、今も暮らしている。ポートオーチャードから見たピュージェットサウンド海軍造船所。モスボール処理された艦艇は左側に、右側には土型クレーンが見える。 湾岸の産業では、タコマは、長年、金、銀、銅、鉛などの精錬で知られていた。シアトルは当初アラスカと、アメリカ合衆国本土との交易の玄関口で、後には造船も栄えるようになった。ピュージェット湾の東側は、第一次世界大戦と第二次世界大戦で軍事を支える重工業地帯となり、ブレマト二十九9世紀末にできたピュージェット。 サウンド海軍造船所が多くの艦船を建造した。また、シアトルやエバレットは、ボーイングの巨大工場が出来軍用機旅客機製造の中心となり、この地の象徴的産業となっている。太平洋戦争を契機に、ビュージェットワン地域は、軍需産業の集積地となり、ボーイング工場の爆撃機製造、シアトルブレマートンタコまでの艦船建造や、 シアトル港などの軍需物資、兵站輸送が対戦や冷戦を支えた。アメリカ地質調査所は、ピュージェット湾を多くの湾や海峡からなる一つの湾と定義づけている。特に氷河が侵食したフィヨルドの集合としている。湾の上にそびえる雪を被ったレーニアサンピュージェット湾は、海水で満たされた巨大な河口で、西のオリンピック半島や東のカスケード山脈からの 河川の淡水が雪解けとともに大量に流れ込む。ピュージェ島湾の北はホイットビー島南端で、南はオリンピアの町になる。ホイットビー島と対岸のマコティオの町の間の狭い海峡がポゼッション湾の南端になる。湾は氷河の侵食作用で削り取られ、この侵食は南はオリンピア周辺まで氷床が広がった。最終表記の終わりまで続いた。 この地域の土壌は1万年前より新しいもので、今でも未熟な土壌である。最終氷期の再寒冷気、氷の溶けた水による大きな湖が氷床の先にでき、シェヘリス川が注いでいた。その堆積度は、ロートンクレイという青灰色の粘土を形成している。氷山が氷河先端から分離すると、氷河の下にあった砂利や小石が海底に散らばり、バラバラなまま堆積する。 地質学者はこれを氷海星運搬物と呼んでいる。湾周辺の浜辺や海岸沿いの森林の中には氷河が取り残した大きな迷子石が散在する。海中にもこうした岩は眠っているが、しばしば高校の危険となる。氷河期の間、陸海を重みで押さえつけていた氷床が溶け去った後、陸海は反動で隆起したが、この隆起は海面に対し一定ではなかったため、 ピュージェットワン一体は陸にならず、淡水や海水が入り込んだ。かつての氷河湖に堆積したロートンクレーは、現在では、海抜37メートルにまで達している。ピュージェットワンは4つの相互に連結した海盆から、なっているが、いくつかは、非常に深く、互いに浅い貫流岩礁で分けられている。海盆の深みは、ここが、プレート間の沈み込み体の一部となっているからで、 ファンデフカプレートの円に付着した地形が北アメリカプレートの下にここで沈み込んでいる。ここでは最近はプレート沈み込みに伴う大きな地震は起きていないが300年ほど前にカスケード地震というマグニチュード9の巨大地震が起こっている。日本沿岸を襲った大津波の記録によればこれは1700年1月26日のことであった。沈み込む。 海底岩盤内の圧力が時々解放されて起こる。震源の浅い地震は湾内で時々起こり、大きな被害をもたらす。シアトル断層がピュージェット湾を横切り、バション島の北からシアトル市街直下に達している。その南ではタコマ断層が干渉する地層を屈曲させている。粘土の上に氷河が運んだ小石が乗ったピュージェット湾周辺に、 典型的な氷河由来の深い地層は、大雨の後などには、不安定になり、地滑りを起こしやすい。シアトル都心から見た、港湾風景シアトルに入港する直前の、ワシントン州営、フェリービュージェット湾地域の都市圏の中心は、シアトル市で、都市圏は9つの群からなっている。シアトルとタコマの2つの中心都市、オリンピア、ベルビュー、エバレット、ブレマートン、 マウントバーノンなどの衛星都市からなるメトロポリスはピュージェトロポリスとも呼ばれる。シアトルとタコマの両大都市は大規模な工場地帯とコンテナ港湾、超高層ビルが並ぶ中心業務地区を抱えている。各衛星都市は基本的には郊外で小さな中心街と工業地区、港湾がある。郊外はほぼ住宅地、ロードサイドショップ、ショッピングモールなどからなる。 この地区は多くの港町が湾岸に並ぶ港湾地区としても知られる。シアトル港、タコマ港はアジアとつながる世界的なコンテナ航路のハブ港湾で両港の合計取扱い量は北米西海岸ではロサンゼルス港とロングビーチ港の合計に次ぐ規模を誇る。カナダ最大の港湾バンクーバー港はピュージェット湾都市圏のすぐ北に位置する。 アメリカでも独特な州営、フェリーシステム、ワシントンステートフェリーは、ワシントン州本土とピュージェット湾内外の大きな島を結ぶほか、湾の東西を結び、自動車や人が湾内を行き交って、都市圏交通の一環を成している。また湾内には、タコマナローズなどの狭い海峡が多く、タコマナローズ橋などが湾を越える、道路交通を担っている。淡水流入量は、 最大で1400リッター片メートル毎秒。最小時には400リッター片メートル毎秒になる。エンシェントサイズミックストレッシーズアットワークイン。ピュージットサウンドリージョンサイバーウエストマガジン Q。ジューン2004ワシントン州生態系局。ピュージェットワンの地滑り。ありがとうございます。